こんにちは、市役所です。今回は東近江市子育て支援センターの森本由美子さんに子育てコンシェルジュについてお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、子育てコンシェルジュは何をされている方なんですか？子育てコンシェルジュは子育てについての専門の相談員です。はい、妊娠中や子育てでの不安や心配事について相談や支援を行います。必要な支援が行き届くように関係機関と連携して対応していきます。はい、保育士の資格を持つ3人の子育てコンシェルジュが皆さんと一緒に考えていきます。はい、妊娠中から不安や心配事の相談ができるんですね。そうなんです。私たちに分かることはその場で答えさせていただきますが、専門的なことについては保健師や助産師、栄養士など必要な機関につながせていただきます。はい、どこに聞いたらいいのか分からない、ちょっとしたことで聞いてもいいのか迷うと思った時でもどうぞご相談ください。何でも相談できるっていうのは子育て中の方にとってすごく心強いですよね。実際にはどんな相談があるんでしょうか？そうですね、例えば子どものこと、自分のこと、家族のことでいろいろ相談したいけれどどこに行けばいいのかわからない、はい、子どもと一日中いるとどうしてもイライラしてしまう、離乳食ってどうしたらいいのか悩む、夜子どもがなかなか寝てくれない、あるいは子どもの発達について心配がある、なんだか最近気分が落ち込むなどの相談があります。はい、また結婚や出産で転居をされて近くに誰も知り合いがいない、夫も仕事だし誰かと話をしたいといったような相談もあります。なるほど、子育てをされている方たちは子どものことや自分のこと、家族のこと、本当にいろんな悩みがあるんですね。そうですよね。子育てコンシェルジュは皆さんの気持ちに寄り添って丁寧にお話を聞き、必要な情報を提供したり、専門の機関につないだり、解決方法などを一緒に考えて支援していきます。はい、子育てに関することなどいろいろ相談していただければと思います。うん、相談できる場所があるっていうのはすごく安心ですよね。ではどこに行けば子育てコンシェルジュに出会えるんでしょうか？東近江保健子育て複合施設ハピネス2階の子育て支援センター内にいます。はい、まだ新しい施設ですよね。そうですね、愛称のハピネスだけの方が聞きなじみがあるかもしれませんね。はい、1階の保健センターは健診などで利用されている人も多いと思います。その建物の2階に子育て支援センターがあります。ここには個室の相談室もありますので安心してお話しいただけます。うん、相談室にはおもちゃなども置いてあるんですね。そうです、部屋にはキッズスペースもありますのでお子様連れでも気兼ねなくご利用いただけます。はい、またこの場所以外でも相談を受け付けています。市内には各地域に公設の子育て支援センター集いの広場が6カ所、それから民間の集いの広場が7カ所、合計13カ所の集いの広場があります。この集いの広場に定期的に子育てコンシェルジュが訪問し、その場で相談を受け付けています。なるほど、そうなんですね。はい、相談については電話でも受け付けています。その他自宅に訪問することもできますので安心してご相談してください。直接会って話したり電話や訪問で相談するなど自分に合った相談方法が選べるんですね。はい、誰かに話をすることで少し気持ちが楽になるかもしれません。はい、妊娠や出産、そして育児が少しでも楽しくなってお子さんとの大切な時間を穏やかに過ごせるようにどんどん周囲の協力を受けてほしいと思います。はい、どんな些細な悩みでも一人で悩まずまずはお電話ください。お待ちしています。すべては保護者の皆さんが楽しく子育てをして安心して元気に暮らしていけるようにということなんですね。よくわかりました。今回は子育てコンシェルジュについて森本さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。